美味しい空気を満喫しながらナイスショット気持ちよさそうですね実は北海道ゴルフ場が140か所以上あると言われ千葉県兵庫県に次ぐ全国屈指のゴルフ王国の一つ夏場は本州と比べて涼しい気候でプレーを楽しめるとあって観光客にも人気が高いここなんか特に市内から近いですし。 そういう面ではやっぱり北海道ってそういう面ではゴルフやるのには環境的にはいいんじゃないかなしかし新型コロナの感染拡大はゴルフ業界にも大きな影響をもたらした札幌南区にあるゴルフ場これまで売上の4割を占めていた企業など団体客からのゴルフコンペの申し込みが激減した 当コース36ホールございまして、まあ、コンペで成り立っているようなコースなんですがあの例年からいきますと、えー、1割2割程度の入りですそのゴルフコンペ減少で落ち込んだ売り上げを今支えているのが個人客だ旅行などレジャーの機会が失われている中近くのコースでリフレッシュ。 運動不足の解消も求め、プレーを楽しむ個人客は多いのだとか。お一組お二組のまあ通常のプレーはですね。実はあの。一昨年とほとんど変わらないぐらいの入りでして、すごくあの若い方も最近ご利用が増えております。札幌豊平区にあるゴルフ練習場。性別年齢を問わず、皆さんクラブを握ってナイスショット。お子さんも一生懸命。 実は最近初心者の来場が増えてきていて、週末は打席待ちが出るほどのにぎわいだ。若い方がちょっと増えてきたかなと、練習場とかまあゴルフ場、まあ各それぞれに人気、えー、のないところにはまあ行ってるんじゃないかなと思います。まあそういう意味では私の方でもちょっと増えてきたのかな。去年ゴルフを始めたという男性。 コロナ前は楽しみといえば友人との一杯だったが、今はゴルフに夢中だ。まだ半年ぐらいです。飲みには全然行かなくなってゴルフ。練習場行ってそっちの方が安いし。飲食店の休業もあり、一杯を楽しむお小遣いをゴルフに使っているという人も。こんな本音も聞こえてくる。 無理にでも、ちょっと早朝ゴルフとか入れて、仕事の前に行っちゃうとか、じゃないともうストレス溜まってみたいなそして、ゴルフといえばこんな魅力も人と人との接触が控えられ、適度な距離感を持ってプレーできる点だ周りがいらっしゃると、ちょっと怖いものがあるじゃないですかじゃあ一番いいいのはもう外を歩くというか。 こちらのゴルフ用品店コロナ前よりも来客数と売り上げが2割ほど増えた売り上げはもう昨年で110とか120とか月によっては好調推移していますそしてこんな変化もお父さんと練習行くとか っていう感じでジュニアの方のクラブがまたブームが来ているというか好調に売れてますね。在宅勤務の普及で親子の時間が増えていることもあってか、僕も一緒にゴルフをしてみたいという声が子どもたちから聞かれ始めた。始めたいということで、一ヶ月なんですけどまだ。 楽ししいいいいっっててうところまでまででだ行ってななのかもしれないです、はい、お子さん、おじちゃん、おばあちゃん3っていきたいねっていう話をしてますいや、コロナでゴルフの人気が高まっているっていうのはなるほど、夜をいっぱ杯飲みに行けないから、そ,うそ,うね、その飲み代がゴルフ代に変わると、ちょっとね、飲食店の方は気の毒ですけども、うん、なんかみんな健康になっちゃいますね。<laughs> ねそんな気がします、ね、<laughs> デスクも 結構行かれるそうです。そうですね。はい、あのゴルフは結構行きますね。はい、あのコロナの前は本当に。全然夏の北海道ゴルフって大人気で、はい、全く予約取れなかったんですよね。はい、あの土日は。はい、今結構取れるんですよね。はい、あ、逆に。多分道外からの方は減ってるでしょうから。そうなんですよ。そすかそっかそっか。 結構生かしていたす。ね、実は、こんな数字が出ています。ご覧ください。はい、矢野経済研究所の調べなんですが。うん、コロナ禍になってから始めた、もしくはちょっとお休みしてたけど、再開したよというゴルフ人口、うんうん、なんと。60万人ほどいると。いうことなんですよ。ね、こんなに新規ですから、重要ですよ。確か,確かに、確かに。どうですかです。この数字は。そうですね。あの。日本全国のゴルファーにとって、北海道の夏ゴルフ。 っ結構憧れの存在で、ね、いつか一回行ってみたいなっていうのがずっとあるんですよね。なるほどね。そういうのもあるかと。じゃ、うん、こういった新規のお客様を取り込むっていうのはすごくいいことですね。うん、そうですね。はい。重要だと思います。か磯田さんも結構やられるそうで。はい あニワカポンコツゴルファーでございますけれどもやっぱり今日はこのスイングをこの後見せていただけるんですかあちょっと忘れていただきたい <laughs> 楽しみにしてますあがさあということでこの後はですね、はい、ゴルフ業界でこうした新規参入のゴルファーをつなぎ止めつつ、うん、コロナ後も見据えてさらなる飛躍を目指すという動きが出てきています、はい、ゴルフ場の敷地内にテントが出現豪華バーベキュー 大人な空間が人気で予約は常に満員御礼ゴルフツーリズムの魅力とは